秋元勝弘2月2日大は、日本の政治家、北海道札幌市長、北海道夕張市生まれ、北海道夕張北高等学校、北海道大学法学部卒業。1979年、札幌市役所に入庁。2004年企画調整局情報化推進部長、2008年ランク長。2009年市長、政策室長をそれぞれ務め。 2012年に副市長に就任。2014年9月1日、同市の経済人有志から2015年の札幌市長選挙への出馬要請を受け、9月5日、上田文雄市長に辞表を提出し、副市長を辞任した上で、9月16日に立候補する意向を表明した。2015年4月12日投開票の札幌市長選では民主党、 維新の党の推薦及び、新党第一、社会民主党、市民ネットワーク北海道の支持を受けたほか、自由民主党の橋本聖子参議院議員や森、吉郎元首相らも秋元への支持を表明した。選挙戦では、政策面で、上田文雄姿勢の継承を掲げ、自民党推薦の本間な,なら4人の対立候補を破り、初当選した。 2019年4月の市長選では、立憲、国民両党と新党大地から推薦を受けたほか、自民党、公明党の地方組織と社民党からも支持を受け、共産党推薦の新人を破り再選を果たした。ありがとうございます。